こんにちは。こんにちは。今日はそうだね。今ちょっとボクシング教えてもらってると思うんだけど、またこっからちょっとまたボクシングに触れてみて、ちょっと今日楽しく過ごしましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しい。結構重い。ボクシングのプロ選手がこんなに疲れるんだっていうのを分かりました。はい、チーズ。逃げない。自分自身に勝つスポーツでしょ。その先に自分になりたいものとか夢とかがあるのであれば、リカバリーということで、かなり大事にしているボクシング。ちょっと味が薄かったなっていうのもありましたけど、普通に美味しかったです。美味しかった。お肉が柔らかくて美味しかったです。ヒットやりましょう。はい、はい、すごいね。これ本当に練習で使ってるやつ。間近で会えたからちょっと緊張したけど楽しかった。うまくできてよかったです。もっとボクシング好きになりました。どうやって相手を倒すんですか？直球ですね。プロになるためには勇気と、力と何が必要なんですか？勇気に近いけど決断力。試合前の緊張感とかってどうしているんですか？僕は緊張しますけど、その緊張を特にほぐそうとは思ってます。狙いやすい急所とか。ボクシングをやってるからこそのやっぱりその急所を狙う、お腹の急所を狙うってところだから、これはちゃんとボクシングをやってる時、こうジムに来た時とか練習してる時のお話ですよっていうところで、ゼネ学校とかお友達とかそういうことには絶対やらないよ。ありがとうございます。井上尚弥選手みたいに強くなりたい。海外に住むこと。漁師になることです。テレビに出ること。ゲームを作ったりしたいです。